駒野城は岐阜県海津市にかつて存在した中世の日本の城、駒野集落の北西にある。標高30メートルほどの船岡山と称された、この小級に本丸と見られる角があり、東、西、南を土塁が囲んでいた。跡地は海津市立城山小学校となっている。年間に瀬戸道明寺が初めて城を構え、鎌倉時代の文治、 研究年間に守護職、時光光、高校が南能の幼稚として城を築き首相を置いた。その後時計歴代の家臣が守っていたが、天文11年、斉藤道蔵の家臣、高木彦左衛門に攻略され、この時より高木氏が居城したとの伝承がある。一般には文明年間に高木忠司政が築城したとされるが、そのおじ、 高木貞房が気づいたとの記録もある。高木啓夫によれば、二代目、高木彦左衛門貞久は、織田信長に仕え、次男貞年へ、永六十年駒野城を譲り、今尾城主となり、同十一年帝貞秀に譲っている。天正七年貞秀は、庭田城へ入り、弟帝とに駒野城を譲った。信長没後、高木貞友は、徳川家康の家臣となり、 天正十二年に、小牧、長久手の戦いで、橋場秀吉は、筒井淳慶、小川様之助の大軍を差し向けて、攻略にかかったが、当時の高木彦左衛門は、影湯左衛門を先鋒としてよく耐えて守り抜き、城を落とせずに退いた。その後、秀吉の天下になり、高木一族は、美濃を退去した。慶長五年関ヶ原合戦の際、 石田三成がこの地を巡殺し、桑名より大垣への守りのため、累壁の構築を命じた。松の木城主、徳永受賞は、関ヶ原合戦の時は、池田家を守る収支がこもれる、駒野の城を攻め会場した。その後、廃城となった。岐阜県海津市南納町駒野1317、海津市の文化財。海津市。2013年5月15日閲覧。 高木家先祖書、高須旧機、駒野城山旧機、関西重州書、花府巻、大仙105。ありがとうございます。